はい、皆さんこんにちは。もつクリニックドクターの吉江です。今日の、タイトルといいますかテーマですね、脂肪吸引で綺麗なくびれですね、というテーマでお話ししていきたいと思います。脂肪吸引の中で綺麗な、お腹周りですね、腰周り、くびれを作るっていうと、いわゆる腹部全体、胸下、腰という部分の吸引になります。くびれを作るとなると、やはり前側と後ろ側からですね、どちらも吸引してきて綺麗なくびれを作るというイメージになりますね。今回私の実際症例ですけれども、24歳の方で164センチの48キロですね。細いけれどもなかなかくびれが、あまり目立たないですとか、あとはダイエットして細くなったんだけどなかなかくびれができてこないなんていうお悩みの方も結構いらっしゃって、脂肪吸引はただダイエットするだけで目指せないようなラインですね、くびれのラインを作れる、これが脂肪吸引の一番のメリットです。ダイエットというのは部分痩せというのは基本的には不可能です。例えばここだけ痩せたいとか腕だけ痩せたい、これ絶対無理なんですね。ダイエットで摂取カロリーを減らしたら全部の脂肪が基本的には同じように減っていくので、当然ここも細くなるんだけど他も細くなるので、くびれというのは要は他の部分との高低差のお話なので、そこだけくびれをきれいに作るっていうのは逆に言うと脂肪吸引じゃなきゃなかなか難しいかなと思います。術前術後ですねがこちらになります。かなりしっかりくびれてますよね。もともとのやはりダイエットだけでは到達できないようなきれいなくびれにが手に入る、これが脂肪吸引のメリットですね。で、これは術者側というかドクター側の、技術的な部分でもあるんですけど、ただ腰の部分の一番深いところを吸ってくるだけではないんですね。その上下ですね、くびれの一番くびれてる部分の上の部分、そして下の部分までしっかりと吸引することによって綺麗なくびれができていきます。やはり技術力もそうなんですけど、やはり特別な器具、これもやっぱり大事です。一般的なクリニックだとこのやや太いんですね、太くてまっすぐ、当院で使ってる特注のものとかわかりますか？まず細さが全然違いますよね。そして曲がってますよね。これがすごく大事なポイントです。細くてかつ曲がってる。そうすると傷を少なくしつつ、綺麗なくびれに届くんですね。後ろから腰の吸引をする時というのは、お尻の上の方の縦の割れ目のところから吸引してくるんですけど、まっすぐだと当然奥側まで届かないんですよ。骨とかもありますからね。つまりこういった曲がったカーブのカニューレを使うことによって、少ない傷からこのまっすぐでは届かないような裏側まで取ってこれる、これもすごく実は綺麗なくびれを作るポイントになってきます。ダウンタイムに関して言うと、長期休み取る必要とかそういうのは全くないですね。当院の特徴というのは、こういう先ほど申し上げた細いカニューレとかを使ってくるので、すごくダウンタイムは短いです。ほとんどの方が大体、2日後ぐらいから、あるいは3日後ぐらいから、出社しているようなイメージ、学校とかですね、お仕事場とかに、会社とかに行けているようなイメージですね。で、当院の特徴はダウンタイムが短いというのも一つですけど、かつやっぱり傷の位置も目立たなく作ってるというのも一つの大きなポイントですよね。腹腰の脂肪吸引だと、まず、前側ですね、お腹側でいうと鼠径といって股のシワのところ、ここもやはりもともとシワが深く入っているところなので、ここの部分ですね、すごく目立ちにくいです。 2,3 ミリの小さい傷ですね。あとはおへその中、ここはもうほとんど分かんなくなっちゃいます。あと裏側はさらに目立たないですね。お尻の縦の割れ目、もともとのそのお尻の縦の割れ目ありますので、そこに、その線に合わせるように作ってくるので、そこもすごく傷としては目立ちにくいかなと思います。これだとやっぱりこの直径が入らなきゃいけないので結構太いんですよね。一方で当院この曲がりのね、すごく細いカニューレ使ってますので、傷のそもそも大きさ自体も全然違うというのは一つのポイントかなと思います。今日の動画いかがでしたでしょうか？ぜひチャンネル登録、お願いいたします。他 SNS などでも情報発信しておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ではまた。